ジョナ・サン・キー・ジョナ・サン・キー・クアンは中国系ベトナム人として生まれアメリカの俳優、コレオグラファー。俳優としてはキー・ホイ・クアンの名でも知られる。ベトナム・サイゴンで中国系の一家に9人兄弟姉妹の7人目の子として生まれた。中国語名は関係医。1975年のサイゴン陥落に伴って一家でベトナムを離れ香港を経てアメリカへと移住した。 その経験から、ベトナム語、関東語、北京語、英語等を話すマルチリンガルである。1980年代に子役、キー・ホイック・ワンとして、インディ・ジョーンズ、魔球の伝説や、グーニーズといったハリウッドのヒット映画に出演。日本ではファンクラブができるなど、アイドル的な人気を得た。その後、数本のアメリカや台湾の映画に出演した後、 映画制作の方に興味が移り、映画監督を志して、南カリフォルニア大学映画学部へと進学した。近年は、X メンや、検ジェット D 主演の、ザ・ワンなどに制作スタッフとして参加している。2004年には、日本の木村拓也が出演した、ウォンカー・ウアイ監督の2046にも、スタッフとして参加し、ウォン監督の関東語を木村に、 英語で伝えるという通訳としての役割も果たした。英語、家、ユイクアン。中国語、関係意現代。中国語、こと明族小がみつ現代。英語、ブリージングファイア。ありがとうございます。